はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。三田和代様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。誠にありがとうございました。次回 NHK スクランブルデモは4月2日開催で、警視庁に希望を出しております。同じコース、同じ時間に多分なります。多分通りますんで、まあ、大規模工事とかやらなければ多分通るんですけれども、皆様よろしくお願いいたします。4月2日であります。今日肺がん検診受けてきました。ドキドキしておりましたが無事でした。再発ありませんでした。今日はバレンタインデーなれど、日本にしかないですね、チョコを渡す習慣が絶賛衰退中だそうであります。読売新聞記事なんですけれども、義理チョコはもはや迷惑、もらってもお返しが面倒、嫁に知られるとややこしいなど、2633人の女性に聞きました。調査結果ですね、職場の義理チョコ配りますか？ 8.2%。 これ職場でですね、もうめんどくせえから義理チョコ禁止ねってなってる職場も今多いみたいであります。本命チョコは渡しますか？ 7.6% だそうで、本命もらえた男性は 7.6% のラッキーマンです。もっと喜ぶように。デパートのワンフロアがですね、全部チョコ売り場になっちゃって、1日1億円売り上げたっていう伝説も今は昔と、もうそうなることはないだろうな。まあ、原因はテレビの影響力低下でしょうね。テレビの影響力低下によって皆が一斉に右向け右、左向け左、なかなかしなくなったと。楽曲、音楽の曲なんかもみんながそれ聴いてるみたいな、昔のね、昭和のね、歌、日本人ならみんな知ってるみたいな曲がなくなった。曲がありすぎて、昔は浮かれてたけど、なんでチョコなんだって正気に戻ったっていうか、まあそういうことなんだろうと分析しております。コラボ問題、今日の更新、序列にボンドの人件費がスタッフ7名で年間6000万円、1人1000万近くもらってますよ、と判明いたしました。自立支援する未成年者は12名、少な、12名自立支援するのに6000万かかる。したらこの人らに500万ずつ配った方が手っ取り早いんでは。12名を支援するためにですね、人件費以外の費用ももちろん計上しております。なんか実習と称して楽しくキャンプとかもやってて、これの経費も都に請求してんだって。現在公式ホームページは工事中、ボンドね。公式インスタは閉鎖中、疑惑は深まった。次は序列3位のパップス。2021年度パップス事業報告書、4月から6月期の四半期の報告をですね、7月20日にしたみたいなんですけれども、東京都若年被害女性など支援事業に関する実施状況報告書7月20日提出というタイトルで出された書類が2通あった。日付とタイトルが一致した書類が2通あった。まあ、こちらですね、こちらがなんだのかんだの目的とかを書いてあって、こういうことやりましたの書いてあって、こちらが経費なんですけれども、380万円ね。こちらも同じ文面で同じ日付で、ちょっとフォントが若干違うから違う書類ってわかるんですけれども、こっちの方の人件費はですね、210万円約になってる。人件費プラスそれ以外の経費イコール事業費総額が384万5498円と209万8805円で大きく食い違うと。差額のですね、170万ばかしはどこ行ったって話なんですけど、どっちが本当でどっちが嘘なのか。2通ともですね、都が保存してたのが、これは一体、理由はですね、まあ、都が中身または日付を改ざんした、パップスが中身または日付を改ざんした、二度提出した、都が目も通さず、ただただ受領保管してて公表しちゃった、さあ、どっちでしょう。疑惑は、怒り役。
ちなみにですね、ひまさん、コラボしてんの、若草ボンド、パップスコラボ、全部のですね、住民監査請求を準備中だそうであります。3月末の締め切りなんで、今、忙しいそうです。ずさんが服着ているようにしか見えないコラボが、一番まともなのが、最高に受ける、そうであります。まあ、ネットの意見も、こんな感じでありました。2月13日、衆院予算委員会、アホ野党、北方領土交渉や原子力政策、安倍晋三回顧録の中身は事実かを河野太郎デジタル大臣に質問し、所管外ですという回答を12回もらいました。アホやと説明責任を果たしていないと反発。所管外って言ってんじゃん、これ。笑っちゃいますね。ネットの反応です。ほんと所管外じゃん。予算委員会何やってんだ、こいつ。テレビ向けパフォーマンス。いつまで安倍がやってんだ。もはや安倍側というよりファンクラブ。かえって本の宣伝してないか。予算委は学級会かなんかな。印象操作したいんでしょう。いつもの手口ですわ。質問が言いがかりレベル。所管外の答弁は越権行為だぞ。 NHK が乗っかって騒ぐのが本当呆れる。なんで外務大臣と経産大臣に聞かないんだ。北方領土交渉は外務大臣、原発政策は経産大臣、安倍晋三回顧録は出版社に聞くべきでは。まずはね、原発の管理最高責任者っていうのが経産大臣なんですよ。だからなんでデジタル大臣に聞くんだって話なんですけれども、チンピラみたいにですね、官僚を脅す、河野太郎は大嫌いなんですけれども、所管の大臣に差し置いて答えるのは越権行為ですよね。12回所管外って繰り返したそうだが、そりゃ12回飽きもせず所管外の質問したからでは。野党としか書いてないし、 NHK も報道してませんけれども、こういう支持率落ちるようなことを危機としてやるバカは、多分立憲と共産と、まあ社民と令和、質問できたかどうかわかりませんけれども、議席少ねえんでね。NHK ニュースでは30秒足らずの放送でこれ伝えたそうであります。質問に答えていないと野党は反発、しか視聴者の印象に残らないように、洗練された工夫の数々を惜しみなく投入しているそうで。さすがね、1953年の放送開始から70年磨き抜かれた匠の技、印象操作。使い方間違ってますけどね。五輪予算委員会、電通フジテレビ子会社から逮捕者を出した、東京五輪談合事件、国費過大支出は返金してもらう。ぼったくられてた分は返してもらう。長岡恵子文科大臣が答弁しておりました。結果ですね、課題ではありませんでした。ぼったくられてませんでした。つって、返金なしになるか、うやむやになる可能性が非常に高いと思います。イメージが悪くなった五輪。今後ですね、グローバリストどもの頑張りで、ますます薄れるナショナリズムの中、50年後は五輪自体存在してるんだろうか。ナショナリズムっていうのは、まあ、国ごとに競うような、まあ、民族主義っていうんですけれども、それがだんだん薄れていくと、ネットの発達なんかもあってね、世界中で情報共有されると、自分の国頑張れ、自分の国頑張れっていうのも薄れていくんじゃないか、と私は推測しております。だから五輪自体も、衰退していくんじゃないのかな。逮捕者出した日本だけでなく、世界的にイメージ、悪くなってるっていうか、まあ、興味持たれなくなってきている。2030年冬季五輪のですね、立候補国は現在ゼロ。終わった。五輪終わった。慣習でですね、7年前には決まってないといけないらしいんですけど、頭抱えてるそうであります。五輪委員会。ネットの話、利権の祭典。五輪自体がオワコン。欧州貴族のただの利権。もう廃止でいいんじゃね？各種目の世界選手権大会で中抜きと汚職、談合にまみれたドロドロの東京汚職五輪が発覚したらそうなるわな。2018年にはもう人類の五輪離れの記事が出ている。 IOC 貴族生意気でおじゃる、と、こういうような意見ですね。札幌とアメリカソルトレイクシティとカナダのバンクーバーが手を挙げていたらしいんですけれども、東京五輪汚職逮捕者続出を受け札幌市、やっぱやめます。バンクーバー州、地元の負担が大きい。
ソルトレイク2034年に延期してっていうことで、今あのゼロになっちゃった手を挙げてる候補地が世界的なテレビ離れの中ですね、興味ない人も今後ますます増えんでしょうね、あのバレンタインのチョコみたいにね、現に私は東京五輪の競技を一つも生で見ておりません、テレビで見ておりません、テレビねえから爪でつまみ見したぐらいで別にどうってことないし、 D アニメの更新の方が気になってたぐらいですし、ゼニゲバ IOC がですね土下座して金も積んで開催地を募集するしかないでしょうねこれね、まあ、そんなことは死んでもやらないでしょうけれども、中国共産党謎気球撃墜について中国共産党言ってなかったけど米国も中国に気球飛ばしてるし十数回って言ったんですよ。あ、ほんと、あ、これ正気かって思うんですけど、シャーマン国務副長官、軍部のナンバー2ですね、飛ばしてない、森外務事務次官外務省トップ米国を支持する、韓国外務省第一次官中国と話してみる態度保留と、日米同盟があんだから米国支持は当然ですよね、日本はね、こういう時に味方してやんねえで何が盟友だって話なんですけれども、中国言ってなかったけど米国もやってるし気球飛ばしとか言って、アメリカはね衛星でお気軽お手軽に探れんだから気球飛ばす必要ねえだろ、見苦しいな、一方韓国は米韓同盟があるにもかかわらず態度保留、まあそういうところですよね、結論なんですけども、コウモリと協力とか協調なんか無理、米国も早めに切った方がええですよ、嘘つきコウモリ嘘つきはおすすめです。在韓米軍撤退して防衛線日本海に撤退したらしたらさ、あの日本の潜水艦優秀ですから、船は越えてこれませんよ、その方が楽できと思いますよ、アメリカさんも、というわけで、メール党員さん大募集中であります、動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。